うちの近所に個人でやってる電気屋さんがあった。昔からお世話になってて、エアコンとか、ちょっと調子が悪くなると飛んできてみてくれたりして、家電に関して本当にお世話になった。大型家電量販店もいいけど、こういう街の電気屋さんもないと困るわねって両親も言ってて、アフターケアのことを考えれば、少しぐらい高くても、テレビもエアコンも冷蔵庫も、うちの家電は何でもそこで買ってた。遠方に嫁いで、久しぶりに実家に帰省した時、洗濯機の調子が悪そうで電気屋さんに来てもらったら？って母に言ったら、最近忙しいのかお願いしてもなかなか来てもらえないって。そうなんだ、個人の電気屋さんも大変なのねと、その時は深く考えてなかった。その後、妹二人が立て続けに結婚した。一人は彼の急な転勤について言って、もう一人は彼氏が養子になってくれて実家で同居。この頃から電気屋さんはメーカーに問い合わせてくださいというだけで来てくれなくなった。個人の電気屋さんはもういちいち各家庭を回ってられないんだなぁと、それも時代の流れか、仕方ないねなんて言い合ってたけど、しばらくして近所の母の友人から電気屋さんが我が家をディスってるって聞いた。あの家は娘が3人いるから、これだけサービスしてりゃ嫁入り自宅にうちで家電を揃えてくれると思ってたのに、とんだたぬき一家だった。誰一人うちで買いやしない。どうせ量販店で揃えたんだろう。利用するだけ利用して嫌な一家だと、そんなことを言い訳するつもりはないけど、実際私も妹も遠方に嫁いだから新居近くで揃えたのは仕方ないと思うんだけど、実家に残った妹だって新たに必要なものがなかったから買わなかった。でもさ、そりゃあ今まで呼べばすぐ来てくれたけど、ちゃんと修理代も技術料も払ったし、出張費がないのは近所だからだと思ってた。っていうか、うちの家電は9割ぐらいそこで買ってたんだよね。それについてはどうなの？買った家電のアフターケアはサービスしてやったってことなの？お金払ったのに？電話したら飛んできたのがサービスだったの？それって、ディスられても仕方のないこと？そこの電気屋さん、最寄りの駅から自宅に帰る道のりの途中にあるから、帰省するときに前を通るのが、そのことがあって以来嫌だったのよね。でも、この間のゴールデンウィークに帰省した折、前を通ったら更地になってた。廃業して引っ越してったんだって。小さくガッツポーズしちゃったわ。